にちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、大規模修繕したら固定資産税が上がるのかというテーマでですね、お伝えしていきたいと思います。じゃあ今日のアジェンダです。まずですね、家屋の固定資産税の評価、これどのように計算されるのか。それから2番目、家屋の固定資産税が上がる場合っていうのはどんな場合なのかということですね。じゃあ逆にですね、家屋の固定資産税が上がらない修繕というのはどんなものなのかということをお伝えしていきたいと思います。まあ、今日のですね、動画で、見ていただければですね、どのような修繕が固定資産税に影響を与えるのかというところが分かるんじゃないかなというふうに思っております。でまずですね、家屋の固定資産税というのはどのように計算されるのかというところですね、お伝えしていきたいと思います。建物のですね、固定資産税評価額というのは屋根とか外壁、それから天井などの部分の、点数というのが付けられるんですね。その部分別の点数というのが、付けられていて、そこを積み上げてですね、足されて計算をしますよというふうになっています。でこの点数というのがですね、その使われている材料であったりとか仕上げ度合いとか設備などのグレードによってですね、その点数が付けられていますよということになります。例えば屋根であればですね、その点数ですね、材料とか仕上げによってですね、点数が付けられて、そこにですね、こう面積をかけていくということで、計算していきます。まあ、これが屋根の、点数ということですね。で同じく外壁も同じですね。外壁の点数で面積かけて、外壁の、点数という形で出していくよということになっています。でこれらを積み上げていくんですね。つまり合計していきます。これが、まあ、いわゆるこう新築の家屋の固定資産税評価額になりますよということになるわけです。まあ、ですからまず面積ですね、この面積というのがこの評価に大きく影響するよというのは、分かるかなと思います。それから、この材料とか仕上げ度合い、設備ですね、ここの要素が、点数がですね、こう上がるという要素になりますので、この、材料とか仕上げとか設備などの点数ですね、それと面積、この2つが、評価に影響を与えるということになるわけです。でそうするとこの家屋の固定資産税が上がる場合というのはどんな場合ですかというのは、先ほど言ったですね、この評価額の計算に影響があるもの、つまりですね、増改築をした場合というふうに言えるわけです。増改築ですね。増改築っていうのは、何かというと、これ2つあるんですよ。まあ、1つは増築ですね。面積が増えるということですね。増築する。面積が増えるということです。それからもう1つが改築をするよということですね。改築するよということです。この2つだということなんです。でちょっと分かりづらいのが、この増築、改築という言葉ですね。増築っていうのは一体何なのかということですね。家屋の床面積または体積が増加することを言いですね。大規模な、付帯設備の更新または除去などは、当該家屋の一部として家屋に含めて評価するものに限られるというような、定義がなされています。まあ、単純にですね、物理的に増加しているかどうかということですね。面積が増えてるんですか、どうなんですかというところですね。まあ、これはまだ分かりやすいと思います。この増築に関しては分かりやすいなと思います。もう一つだったのが改築なんですね。改築、これは一体何なのかというとですね、家屋の壁、柱、床、梁、屋根、天井、基礎または付属設備等について行われた更新で、その更新のための支出が建物維持管理のために日常的に行われる簡単な修理修繕などのために支出される程度のものではなく、資本的支出と認められるものというふうに定義されています。つまりですね、維持管理のため、ね、簡単な修理修繕ではないよというふうに言っているわけですね。で資本的支出と認められるということなので、まあ、日々のですね、この管理維持管理のための修繕というのは修繕費ということですね。所得税とかで言うと修繕費ですよ。で、むしろ資本的支出、まあ、資産計上しなければいけないのが資本的支出だったわけですよね。つまり所得税とかの修繕費、資本的支出の概念をこちらでもですね、固定資産税の方でも、持ってきてますよということになるわけです。なので、まあ、以前ですね、動画で、まあ、修繕費、資本的支出という話をしたんですけども、もう一度ですね、こちらで確認をしていきたいと思います。
まあ、固定資産について支出した費用というのは2種類、大きく2種類ありますよということですね。で、通常の維持管理に要する部分だったりとか、現状回復に要する部分というのは修繕費ですね。修繕費で、全額経費にしていいよというものでした。一方ですね、使用可能期間を延長をさせたりとか、もしくは指数字における時価をですね、増加させる部分、まあ、価値が上がっちゃうよとか、ね、長く使えるようになったよっていうのであれば、これは資本的支出というんですね。それによって資産計上しないといけないんですよ。資産計上してちょっとずつですね、ちょっとずつ減価償却していくんだよっていうようなことをお伝えしていきました。なので、まあ、これも同じですね。このうちの資本的支出になるんですね。ここだけが固定資産税として上がるものですよということになるわけです。ということで、まとめていきますとですね、大規模修繕をすると必ずしもですね、固定資産税が上がるわけではないですよということですね。つまり現状回復の範疇というふうに認められる大規模修繕であれば、それは固定資産税が上がらないということになります。これも以前のですね、動画でお伝えしました。外壁塗装ですね。外壁塗装というのは、まあ、一般的な外壁塗装であれば、現状回復の範疇に含まれますので、そうすると外壁塗装をしたぐらいではですね、固定資産税は上がらないという結論になるのかなというところになります。むしろ固定資産税が上がる場合というのは、増築した場合とかですね、この資本的支出になる修繕をした場合だということになるわけです。で、こちらに関してですね、まあ、市町村によってはこの増改築した部分のですね、届出書を提出させるというところがありますので、まあ、ここはですね、もし増築とか、資本的支出になるようにですね、修繕した場合にはちょっと注意をしていただきたいなというふうに思っております。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。